はい。皆さん、こんにちは。来ました、来ました、来ました。音楽生成 AI、スノー a i これが今の音楽生成のトップを走って、そして僕の方でもスノー a i 用のいろんな GPT 図、これらを作ったりしてやってきました。また、スノー a i クリエイターズクラブというのを作って、スノー a i で作った 皆さんの作品をグループのメンバーと一緒にこの1ヶ月ちょっと発表しながら100を超える音楽を作ったりして発信してきましたがなんとビッグニュースが飛び込んできましたそれは今画面に出しました「ソナート」とでも読むんでしょうか一応今日のところは「ソナート」という名前でお話をしていきますけれども 素の AI 越えかというようなことが SNS や音楽関係のニュースでとっても話題になっていますこの数日のことですこのその後は素の AI に比べてどういうところが利点かというとかなり詳しいプロンプトで今後の応用力があるということとそして素の AI が独り勝ちだったボーカルを歌うということです ただし今日日現代はは本語の歌詞は歌詞いません。英語の歌詞のみなんですけれども音楽の長さも今見たところでは決められた長さだけができるテストモードとでも言ったらいいんでしょうかそんな感じで今は無料で使えるということはあるんですけれどもその AI と同じようにボーカルができるというところも とっても魅力的ですそして今度は「s n o a i 超え」とでも言えるような部分というのができた音楽から歌を独立させたりとか伴奏のステムを4つのグループに分けてそしてそれらを分離した形で作り上げるということができるようになっているところが「s n o a i を超えた」とでも思えるような部分です。 音質の方とかもちょっと s の a i のところに届いていないかなというような感覚もありますでも s の a i の最初の頃がそうだったようにですねそういう細かなところはこれから改善もされていくというふうに考えていますそれぐらいすごい感じの未来が見えるそんな感じにその後というこのソフトは感じられます ではどんな感じでやっていくのか実践的にやっていきますが今回はファーストインプレッションということで僕も使い方自身がまだよく分かってない部分もありますサインインができていない時は左下のサインインボタンを押しましょうそうするとこんな画面が出てきて一番下にサインインウィズ・グーグルということでグーグルアカウントで入り込むことができます このように僕の似顔絵島の村長という Google アカウントで入り込むことができました。今度はここで Make a song というのを押します。そしてここにプロジェクトの名前を入れます。例えばテスト01としておきます。そして Create ボタンを押してください。するとこんなような画面が出てきます。ここで、 右ククリックをします。そして日本語に訳してみましょうあなたの曲を一言で説明してくださいというふうに一番上には書いていますここにプロンプトガイドというのもありますからちょっと読んでみましょうはい全部が日本語にはなりませんトレーニング中ですがこのヒントは今後数週間で不要になるぐらいちゃんとしたものにしていくということが書かれています それではもう一度戻りましょう。まずは簡単な形でプロンプトを入れます。J-POP そういうような形で入れたり、ここではビートルズ風とかそういうようなキーワードも入れれるようになります。でも一応このようにして J-POP という風にしておきます。そしてここに説明のようなものを入れればいいわけです。 僕の g p t 図でプロンプトを作る g p t 図というのがあります。例えば、この黒い枠に、その AI 用のスタイルオブミュージック、これに相当するものというふうに考えてもいいと思いますので、僕はもう早速 g p t 図の開発に取り掛かっています。もうじき、その後用の歌詞ビルダー、そういうようなものも発表しようと思っていますが、まだ 仕様の方が本決まりじゃないのでアイデアを温めているところというのが実情ですじゃあこのスタイルオブミュージックをコピーしましょうそうしまして戻りますそしてここに貼り付けしますそうしましたらジェネレートというボタンがありますそしてスノー AI v3 でできた機能のインスト曲を作るという機能がここにありまして チェックを入れるとですね、歌のない音楽も簡単に作れるようになっています。今回は歌曲を作りますので、このチェックは外しておきます。そして、ここで、ジェネレートボタンを押します。すると、このように、まずは、ジェネレーティングリリックスということで、歌詞を作ってくれます。ちょっと時間を端折ってお見せします。はい、画面が切り替わりました。そして、 何やらこのような音楽が3つ出来上がってきました。その AI の場合は2つですよね。3つのパターンを提案してくれています。そしてこれを聞くことができます。1つ目聞いてみましょう。 in the quiet of the night my guitar gently cries underneath a sky so vast where our dreams intertwine echoes of a lullaby in the breeze they softly die in the warmth of music's hug we find a place to sigh let the strings tell our tale in a melody so sweet. hi this is in the quiet of the night, my guitar gently cries, Underneath a sky so vast, where our dreams intertwine. Echoes of a lullaby, in the breeze they softly die. In the warmth of music's hug, we find a place to sigh. Let the strings tell our tale in a melody so sweet. In the whispers, hi. mitsume. In the quiet of the night, my guitar gently cries.

Quiet whispers in the air. With every strum of this nylon guitar, I find solace from despair. Quiet whispers in the air. With every strum of this nylon guitar, I find solace from despair. はい。今度はクラシック音楽でも始まるのかというような音が出ました。ちょっともう一度左側のこちらを押してみます。そしてもう一度聴いてみます。Guitar, cries, so、vast, このようにできた左のブロックを押すと作られたプロジェクトがこのように再生できるみたいです。 もう一度聴いてみましょうはいこのように波形が見えているのでわかりやすいですよねそして途中から飛ばすこともできます「w h e r e our dreams and find our sacred space?」 <music> はいこのようにして聞けるわけですただし時間の指定というのがなかって、3つとも同じ長さになっていますまあその辺のところもまだテスト中というようなところだと思います そしてここでとっても素晴らしいお話をします。この一つ一つのトラックにスプリットパーツというのがあります。ここでリムーブボーカルというのをするとまたこのように生成が行われます。真ん中のところでぐるぐる回っています。そして画面の左はスプリッティングステムスそのようになっていて分解をしているようです。そうしましたら ボーカルというのとノーボーカルというのが出てきましたちょっと聞いてみましょう I, cries,、so、vast, はいこのようにボーカルになりました今度は、 このようにボーカルが抜けた形になっていますが今皆さん聞いててお気づきになったでしょうか本来はその後、AI の方ではボーカルと伴奏というのは別々に持ってるはずなんですが生成の状態での別々というよりも合わさった楽曲を AI の力で分離したという感じで若干後ろに 伴奏がが残残っってていいたたりりボーカルが残っていたりという今までにも UVR5 とかそういった伴奏とボーカルを分離するようなソフトそれと同じような方式でやっているような気がします僕はせっかく開発メーカーが作っているというのであればできたものを分けるというより初めから分かれたステムで作る というふうに僕は考えますちょっともう一度左の方のウェーブのドラッグをクリックしてみますはいもう一度ちょっと聴いてみます The quiet of the night my guitar gently cries underneath a sky so vast where our dreams intertwine echoes of a lullaby はいちょっと今の音楽では分けると言っても分かりにくいと思いますのでもう一度新たに音楽を作ってみます今度は「ロック」というふうに書いて適当なこの辺のところを押してみます何やら英語がいっぱい出てきましたここで「ジェネレート」ボタンを押します また、歌詞を作っているようです。はい。構築をしているようです。 はい、また3つ生成されましたちょっと聞いてみましょう「In the silence of the dawn I'm wandering far」「Banini in the tides by your side はいこの辺で今ベースも入ってきましたちょっと次のソングも聴いてみます「With every step in the tides by your side r i g h t through the seasons beneath the sky so wide <music> はい一番ちょっと楽器が入ってそうなこの一番上側の音楽でもう少し聴いてみます「t o g e t h e r w l l r i d e はい。この音楽、パーカッションも若干入っています。ここで、スプリットパーツというので、スプリット・オールパーツというのを選びますと、今、ステムに分解しています。はい。このように、ドラム、ベース、アザー、ボーカルという4つのステムに分解してくれました。後半でパーカッションが入っていた部分が、 こんな風になっています。ちょっと画面の縮尺を小さくします。はい、これで全体が見渡せれるようになりました。ドラムを聞いてみましょう。はい、次はベースです。途中から入ってきます。 はい、その他はいこのように聞いておきまして「エディット」というボタンを押すと編集がききます。はい これもどのように使うのか分かりませんけれどもドラッグをするとこの緑のセクションがこのように変わるんですそしてちょっとこれをキャンセルしますここで「シェア」のボタンがありますので「シェア」を押しますするとこのような画面になります皆さんに「シェア」してお見せする時は右側のボタンというのを押せるんですけれども ダウンロードすることもできます。そして、オーディオファイル。このように選択します。そうしますと、ここに WAV ファイルということで書き出しができるようになっています。ファイル名などは気にせず書き出してみます。はい。そうしますと、このようにダウンロードができました。ダウンロードができたこのプロパティを見てみましょう。ビットレートが 1536kbps と、 まずまず綺麗な音質で仕上がっています。先ほど確認したところ4 4 1キロの w a v ファイルということでできています。ですから、まあ音質的にもあまり問題がないと思います。ただし出来上がる音というのは単にサンプリングレートとかそういうものだけでは測り知れない部分もあります。生成する時の音源自身の クオリティというのもありますのでまだまだこれから見ていかないといけないのかも分かりませんただし今のように書き出しができますので DTM の DAW ソフトなどで編集をしたりミックスのバランスを切り替えたりということができるようになる素晴らしい能力が期待されますまだまだ分かりにくいところばかりですけれどももう少ししたらいろんな情報が 出てくると思いますすのでまままたた皆さんとと情報共有をしていきたいと思っていいいき思っあ僕はどこのメーカーがどうだということはありませんのでこれから s n o a i もこの後追いの AI が出てきたら s n o a i 自身もまたこのようにステムをスプリットできるような機能も多分近い将来ついてくるんではないかなそんなふうに思います。 ですからようやくいいライバルができてくれた我々使う方の側からすればそういうことが言えると思いますメーカーさんはとっても大変だと思いますけれどもこれから見守っていきたいと思っていますでは今日のところファーストインプレッションということで皆さんと情報共有しましたまったねー